ちょっと方針が変わりました。あ、そうですね、はい、それは去年からいる選手にしてみたらちょっと守備的から攻撃的になってまた守備的に戻るということで、はい、さて距離はありますが天野が直接狙った西村使っても面白かったですけどね、はい、まあ、ヤン・マテウスを選択しましたけど旗が上がらなければチャンス松尾、さあ松尾だ、ヴィンセンがニア奥を狙ってきました、しかし旗が上がりました。最初の松尾の飛び出しはオフサイド、まあ、いわゆる VAR 導入後のオフサイドディレイによってあのタイミングで旗が上がりました、はい、ここは一つ狙いだと思いますけどね、少し出てるかもしれないですね。そうですね、はい、エドアルドとかですね、一番後ろね、この一つのパスでしっかりペナルティーエリアに3人入ってきてますからね、はい、膝ですかね、はい、オフサイドであることが確認されました。小池龍太がペナルティーの、おー反転、西村決定機でした。 F マリノス縦に差し込んだワンタッチでスルーパス、リンセンが抜けた。前半のアディショナルタイム決定機来ました。浦和宮市勝負、勝負した。水沼が落としたアンデルソン、ロペス戻して左足カット、いや上げ切った宮市のクロス、水沼が狙いを定めて入れた。狙ったのは宮市の頭、中島翔也、原口クロス入れた、新田の落とし、チアゴサンタナ、オフサイドの旗です。決まっていれば全部交代選手が絡んでの得点、ね、まあ、前線はみんな変わってるんでね、はい、ですよね、ウィングってことですね。そうですね、はい、やっぱりいつも前向きでプレーができる方が、はい、やっぱり小さい時からずっとやってますからね、そのポジションね、どうやって受けるかという、受けた後にどういうプレーができるかの方が彼が出てますよね、はい、さあオフサイド、改めて試合再開、もうちょっとで追加の時間に入ります。ガラッと流れが変わる感じですけどね、はい、ここで試合終了です。多くの選手が膝をつきました。そして浦和の選手、複数の選手が倒れ込みました。